4月14日日曜日放送のザ・カセットテープ・ミュージック、毎週日曜夜9時から9時55分 BS12TWE。 ルビーは男はハードロック特集。マキタス・ポーツとスージー・スズキが青春時代に影響を受けまくったハードロックの名曲を紹介する。普段は1980年代の邦楽ロック歌謡曲がメインの番組だが、今回は洋楽にセレクトを広げ、洋邦ハードロックの魅力を分析。マキタスポツもスージスズキもギターを手に、昔音を拾って必死に覚えたリフを弾きまくる。そんな特集会の収録場所に選ばれたのは、なぜか毎日新聞社のビルの上階にある格調高いレストラン。次々とコースメニューが提供され、マキタスポーツとスージー鈴木が今回のカセットガール外岡エリカが食べながらトークするという、なんとも不思議な光景が展開される。冒頭ハードロックの特集に、ついに門戸開放、ウキウキしてしょうがないと嬉しきなマキタスポーツ、スージー鈴木も私物のギターを持ち、参して収録に臨んだ。ジャーニー、マイケル、シェンカー、グループ、クリーム、レインボ、レッド、ツァッペリン、ディープ、パープル、バン、ヘイレン、ACDC と楽曲が紹介されないグループも含めて次々と飛び出すバンド名。エリック、クラプトン、リッチー、ブラックモア、ジョ、リン、ターナー、ジョン、ロードとプレイヤーへの思い入れも次々とごられる。さらにはラウドネス、ラウドネス、アーンスハカー、ア、スシェーカー、アクション、ザールフィー、ア、ルフィー、といった日本のバンドへの言及も。かつてエレキギターにかじりついた音楽少年だった二人は、リフ、リフレーン、開放弦、ライトハンド奏法と、ハードロックの名曲の魅力について楽しくてた。まらない様子で語り尽くしていく。後半はハードロックをテーマに、独特の視点で日本の楽曲をセレクト。そのトークは文化史についての痛感が含まれた興味深い内容となった。二人のヒートアップを理解できずポカンとするトンちゃん外岡、およそにロック少年の気持ちを思い起こしていくマキタスポーツ&スージスズキ。昔ギター少年だったし、聴者は興奮間違いなしのトークを、ギターを弾きながら、そして食べながら熱く熱く繰り広げる。